サイブルバッド、サイブルバッド。時は未来、ところは宇宙。光すら凍りつく暗黒の宇宙空間にまがまがしくそびえる悪魔のコロニー、ヘルドラド。暗黒大帝の一人娘デビロットは、そのわがままな行動力で魔の手を地球圏へと伸ばしつつあった。我が娘、このところは悪霊に身が入らぬようではない。そなたはいずれ暗黒女帝となり、全軍がお支配する。言い訳があれば申して。父上、わらわには、わらわには深くお慕いする殿方がおりまする。この方です。なんと、ガビンといえば民家に並びなき正義を。ならん、ならぬ。断じて我がデスタ団長の指揮はまだなせず。そんなひどいわ、父上の分からずや。ここまで行くならば、この父を倒してから行くがよい。強くなったな、デビロット。父上、行くがよい。大宇宙の海だが、忘れるな、おやつは300円まで。父上。こうしてデビロットの旅は始まった。迫る正義の手をかいくぐり、見事ガウェインのハートを射止めることはできるのだろうか。
は借りぬ。がーん、そんな姫様と、デッサタン王家にお仕えして104年、長年の忠誠と献身の結果がこの仕打ちとは。悪人に神も仏もないとはいえ、なんとも切ないものじゃな。待て、何やつ。俺の名は神早乙女、貴様らの悪行はこの額の V の字がお見通しよ。わあ、正義の味方、わしはもうおしまいじゃ。待て。何、土地の方こそ許しがたいわ、このバッタモンが。姫様。貴様、言うてはならんことを。天に代わって成敗してくれる。何？負けた？そんなバカな。愚かな。正々堂々と戦うほかないソチたちと違って、我ら悪者はどんな卑怯な手段もやりたい放題。もとよりソチたちに勝てる道理などないわ。くっ、やはり正義は悪に勝てないのか。俺のやってきたことは一体、風よ雲よ、心あらば教えてくれ。姫様。じい、もう良いのじゃ。心配をかけたな。今回は特別に火炙りの刑で許して使わす。だー、死体、もっと火を弱めんか。姫様、おじいを死んでしまいます。実験体にされた挙句使い捨て、私ってなんてかわいそう。鬱陶しいわ。何でも泣けば済むと思うなよ。本当にかわいそうとはどういうことか教えてやるわ。
少年少女を捕らえては秘密兵器のコアとして利用し使い捨てにしているのです。なんとそんな楽しそうなことは放っておくわけにはいかぬ。行くぞ地獄大使ドクターシュタイン。はは待って、置いてかないで、はあ、お花畑が見える。が全力で修理をしておりますれば今しばらく。なんだお前ら、ではお前も魔王を俺から取り上げてきたんだな。お兄ちゃん怖いよ。まだ何もしとらんわ。するのはこれからじゃ。
けちまったぜ。さあどうにでもしやがれ。だけど魔王にだけは手を出さないでくれ。お兄ちゃん、兄弟愛か、泣かせるものよの。ドクター、二人仲良く合体獣にでも改造してやるがよい。魔王、これで俺たちいつまでも一緒だぜ。うん、お兄ちゃん。早乙女、俺は一体何が一体じゃ、吸いがたいの。そなたが連合軍の改造人間じゃな。しかも悩んでおる。そういうやつがいずれ正義の味方に出するというパターンなのじゃ。正義の目は若いうちにつまねばの。そなたはタコの力を持つ改造人間として生まれ変わるのじゃ。案ずるな、ちゃんと不完全な良心回路と自爆装置もつけてやる。ピットレイ。なになに、これが新兵器、キャプチャービーム。ではポチッとな。なんじゃこの数字は。98、だんだん減っておるぞ。なになに、間違えた。死刑。サオト、これはなかなか。首の皮一枚でつながったのドクター。姫様一代でございます。何者かが我々の VA に近づいて。ああ、こら、あなた方ですか。味知らずな VA に乗って世間を騒がす三悪人というのは。またぞろきよったわ、正義の味方が。のう小僧、そなたは何のために戦うのじゃ。長きにわたる戦乱を鎮め、天下万民を休んじるためです。そのためならこの命いつでも捨てましょう。たわけ。わらわは己のしたいことをなすわ。己一人の欲望も果たせぬやつが民衆を満足させることなどできるか。Phase 1, proceed!
だがこんなことで我々の大義はくじけはしないぞ。ああ、覚えてろ。よろしいのですか、あやつらを見逃して。よいのじゃ。そして成長したやつらに倒されるもまた一興。悪とはかくあらねばならぬ。はは、姫様また一回り大きくなられた。しかし私は今でもこの計画には賛成できかねます。罪のない子供たちを実験台にするなど。私とて気が重い。しかし地球圏を100年の戦乱に叩き込むよりはマシな選択だ。人類の未来のため我々はあえて汚名を着よう。うんうん、いい話じゃ。幼稚園バス誘拐とダムに毒薬は悪事の基本じゃの。貴様聞いていたのか。生かしては解散。そのセリフもなかなかいい線にしておるぞ。なんということだ。これでこの計画は、人類の未来は。そのように心配せずとも、人類の未来はわらわのものじゃ。大船に乗った気でいてよいのだぞ。なんだ、そっか。ゴー。そなたさえよければ幹部待遇でスカウトしてもよいぞ。機械獣と怪人もつけるがどうじゃ。ところで姫様、実験隊のガキどもはいかがいたしますか。このまま話すのも芸がないの。そうじゃ、デスタタン本国へ送り戦闘員として改造するがよい。それにつけてもガウェイン様、一体どこに行かれたのかの。これが連合の秘密兵器ですと。
おのれ、わしらに内緒でこんな大掛かりなものを作りおって。キャー、もう悔しい。うろたえるな。ぷくぷく言っているような脳みその塊などラスボスの器にあらず。誰がこの宇宙の真の支配者か思い知らせてくれるわ。姫様、それでこそ我らがデス・サタン王家の正当なる後継者、地獄より来たりて死と破壊をまき散らす暴虐と搾取の女王、プリンセス・デビロットとデス・サタン旧姓陛下でございます。口上が長すぎちゃ。私の求めていた女性だ。なんちゃってか。姫様、こやつ首だけしかありません。そして降るような星空の下、二人は、あ、この先はわらわには言えない。キャー、ガウェイン様、ようやく見つけましたわ。なんだね、会ったことのないお嬢さん。とぼけても無駄ですわ。さあ、私の胸に飛び込んでいらして。若い人は性急でいかん。しかしそうやってわしを慕ってきた娘は星の数。君の根性はどのくらいかな。Phase 1, proceed!
ゲートボール100弾の腕を持つこの私を倒すとはな。我が生涯の伴侶としてふさわしいそなたを我が妻として迎えよう。ひえー、たわけ者、そなたがわらわを妻とするのではない、わらわがそなたを夫とするのじゃ。姫様、よくぞ申した。では行こうか、そなたの祖国へ。こうしてデビロット姫は全銀河に君臨する悪の女帝となり、デス・サタン王家は全ての政権を支配し人々を虐げ搾取して栄えた。デビロット姫はこの後全宇宙を支配下に収め、教魔天帝ラブリー・デビロットを名乗るのだが、それはまた別の物語である。超銀河伝説第13章、デビロットフォーエバーの巻。カム。